一席は今から百数十年前より伊勢松崎地方で改良され作り出されたもので、垂れ下がる優雅な花びらと淡くほのかな色に特色があります。肥後系は現在の熊本で、その昔江戸時代に肥後の国の藩主細川成盛が家来に命じ作らせたのが始めと言われています。武士の手によって作られたためでしょうか、花の大きさは三系統の中で最も大きく豪華で、しかも気品にあふれる感じがいたします。どうぞごゆっくりとご鑑賞くださいませ。ご来園の皆様にお願いいたします。柵の中や池の中へ入ったり、三脚を使用しての写真撮影やスケッチは他のご来園の皆様のご迷惑となりますので、ご遠慮ください。また